12月3日、STARTO エンターテインメントの所属グループ、美少年の元メンバーである金指一世が、滝沢秀明率いるエンタテインメント会社、東部に加入することが明らかになった。写真、これは言い訳できない、流出した金指一世のベッド写真。同日、東部の公式 YouTube チャンネルで生配信が行われ、 モノクロのオープニングムービーが流れた後に金指本人が登場スタジオでの撮影に挑みながらインタビューに答える彼の姿が映し出されていたマジでムカついて仕方ない金指さんは配信の中で東部に所属するまでの戦いさをコメント社長である滝沢さんと話し自分で将来を開くか開かないかなどと言葉をかけてもらったそう その言葉に感銘をを受けて所属を決意自分なりに表現できることをファンに届けたいと意気込みを語っていました芸能プロ関係者今後は一世を名乗り活動していくと発表公式 SNS やファンクラブも発足されるという突然の発表となった今回の生配信だがファンからは祝福よりもショックを受ける声が多く届いているえ無理なんだけど ごめんけど、受け入れられない。正直いや、好きなように生きたらいいけど、個人的にはがっかり。マジでムカついて仕方ない。問題児抱えきれるのか。迷惑だけはかけないでね。本人のやる気とは裏腹に、新たなスタートにワクワクしている金指しの姿は、ファンにとって拒絶感がぬぐえないようだ。